ちは。こんにちは。豊さん、はい、今日は、はい、新しい、まあ、なんか優しい入り方すんね。え、何ですか今日は、とか言ってああ、いいですか。あ、いいんです、いいんですよ。何でしょう、来年に向けた動き、来年に向けた動きな。まあいろいろあるな、クビになる人、うん、解雇される人、そうそうそう、移籍する人、うん、まあこれから FA 宣言する人とか、うん、まあ、いっぱいいる中で何を、やっぱり監督就任の話から聞きたいです。監督就任な、うん、カーカープのこれさ、椅子がいいからこうやってゆらゆらしちゃうよ。確かにいいねこれね。これ見てる人どうだったかちょっと偉そうに見えちゃうのかな、大丈夫かな。大丈夫でしょ、大丈夫か、すごい気持ちいいです。気持ちいいよな。すごい、なんかこう監督になった気分だよね。原監督に、はい、原監督もそういえばこうやってゆら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 ちょっとしてたような気がするんだけどな。まあまあそんなことはさておき、あの、まあ、笹岡ね、うん、これもう最初ちょっと聞きづらい話からするかもわかんないけど、はいはい、やっぱ小山の大将なんだよ、そのマウンドに登るっていうのは、うん、はい、でやっぱりみんなピッチャーに憧れて野球やるでしょ。そうですね、うん、その人が監督になるって言ったらどうなんだろうって普通思うんだよ、はい、で野村さんがよく言うんだけど、ピッチャーと外野手の監督はダメだとか言うんだけどね、うん、まあそんなこともなくて、うん、まあ歴代優勝した人もいるし、ね、だから一概には言えないんだろうけども、でもこう初めての監督って経験じゃない、だから相当やっぱ勉強しなきゃいけないと思うよね、はい、で小山の大将っていうのはイコールなんかワンマンみたいな感じがするじゃない、うん、ただね話した感じだとすごくこう朴訥で周りの人にこう気を使えるというかね、はい、うん、あ、じゃあ人柄としてはそういうこうね、ちょっとこう山の大将系ではない、系ではない、系ではないんだけど、うんうん、でも監督って難しいのがさ、まあ非常でなきゃいけないとい う, うで ね, でね、笹岡見てるとねすごく優しそうなんだよね。だからここが非常になれるかどうかっていうのが、うん、俺はなんか課題のような気がするよね。まあ最初からあの悪いって言ってるわけじゃないよ、うん、でもなんかこう風貌だとか話した感じからするとなんかすごく情の深い、すごく人としてはすごくいいんだけど、監督の職となってくると非常にならなきゃいけないところを非常になれるか、そこが心配なところ。選手を交代させたりとか、うん、二軍に降格させたりとか、そういうのができるかっていうところです。迷い情っていうのが必ずチームを衰退させる。そうですよね、うん、ただ働きやすい環境は作るだろうね、うん、そうですよね、うん、そういう優しさが、そうそうそう、だからみんなはこう働きやすいと思う、うん、ただ監督っていうのはやっぱ相手と戦ってる、戦略戦術がいる、うん、まあ、そこら辺がピッチャーの人ってまあいろんなエースの人に聞くと、なんもキャッチャーなんか関係あるかと、うん、お投げてんのは俺だと、早く出してこいとサインって、うんうん、そこに投げたるみたいな、はいはいはい、そんな感じの人多いじゃない。イメージありますね、強気な人って。いや強気じゃないとまたエースにもなれないし、うん、勝てないしみたいな、まあ、そういうところがあって、まあでも期待するのはその情というものをすごく感じさせながら、まあ、非常さもあり働きやすい環境を作ってくれる笹岡監督っていうイメージに、うん、なってほしいなって思うよね。うん、だから情を捨てることはないと思うんだよ。やっぱ情も必要、はい、ね、うん。あの非常なだけではやっぱ人はついてこない。うん、だからそこら辺の頃合いをいろいろ考えて、まああのいい監督になってほしいよね、はい。愛情と厳しさと。そうだね。まあ今年4位だったけども、そうですね、うん、まあ力はね本当に優勝する力あるし、はい、だからまあ頑張ってほしいと思うね。そうです。はい。じゃあと。日本ハムの笠原さんが、はい、ね、中日を辞めてね、はい、古巣日本ハムに戻ってくるんですよ。まあやっぱりさ、もう地元に、地元っていうかその育ったところに帰るっていうのはすごく本人も嬉しいだろうし、うん、まあいいと思うよね。で小笠原っていうのはさ2003年2004年って、うん、まあアテネの予選オリンピックのね、はい、で本ちゃん小笠原とずっと一緒だったのね。小笠原が3番打ったんだよ予選の時に、はいはい、で壮行試合とかさすごく調子悪くて、うん、で中国戦
第一戦目にやっぱ3番で使うって決断したんだよね、調子悪くても、うん、まあ中国ぐらいのピッチャーだったら打つんじゃないか、その打つきっかけをつかんでくれたら調子が上がるんじゃないかっていうことで3番に据えたのね。打てないんだよ調子が悪くて、はい、で3番になぜ据えたかっていうとさ、2年連続パリーグの首位打者を取ってたんだ。で長嶋さんがやっぱあいつを3番で使いたいっていうんで招集したんだ。それが打てない、あ苦しかったでしょ、ね、いや苦しいんだよ。それで監督ももう決断したよね、負けるわけにいかないし、そうです、ね、よし明日8番小笠原で行く、豊が言っとけって、え俺が言うのみたいないやちょっと待てよみたいななんで俺が言わなきゃいけないのみたいな、辛すぎる。いやそれでまあ試合が終わった宿舎に帰るバスの中で小笠原になんて伝えた方がいいのかなっていうふうに思ったわけ、うん、で部屋をノックし、で小笠原がストレッチやってた、で入っていくと宇田川さんすいませんって言うわけ、調子が悪いっすって、うん、まあ、そうだなって、まあそのことでまあ話をしに来たんだけど、まあガッツ明日お前8番だって8番スタートだって、うん、もうこれ単刀直入に言うけど、まあ、大丈夫かって、それなんで大丈夫かって言ったら、やっぱチームでは4番打ったりとか3番打ったりとかして軸じゃない、でパリーグの2年連続首位打者取ってきて俺モチベーションがものすごく下がるのかなって思ったわけ、うん、8番かって、うん、でモチベーションが下がった人間を使うわけにいかないじゃんこっちも、そうですね、威信をかけて戦ってるわけだから、はいはい、で大沢大丈夫かって聞いたら、いや伊藤さん僕3番打ちに来たんじゃないですと、勝ちに来ましたって言ってくれたのね、まあ俺もほっとしたしさ、そうかって、いやその気持ちはすごく嬉しいとね。ただ明日の朝、まあ試合が終わった直後だったからね、ホテルに帰って、でモチベーションが下がるようなことがあったら一晩明けて朝起きて、あ8番かって思うようなことがあったら言ってきてくれと、そしたら俺監督にもすぐ言うと、で代わりはいると、だから言ってこいよって言って、うん、それはもうお前恥ずかしいことでも何でもないし、うん、っていう話をしたのね。そしたら次の日試合前まで俺も喋らなかったし、そのことについてはね、うん、あいつも何にも言わなかった、はい、8番スタートしてた、でね最初のチャンスに小笠原が回ってきたんだよ、また8番で、と思ってこっちもガッツ頑張れとか思いながら、でセンター前打ってる、すごい、うん、だからあいつは勝つために戦える男、自分を殺しても泣きそうじゃない、なんかごめんなさい本当泣きながら、いやいや俺もそれを話すと、いやすごく涙が出そうになるんだけど、で頑張ってヒット打ってくれてよかったなと思って、ね、でそういう男がやっぱ古巣日本ハムに戻るということはやっぱすごくなんかこう柱が立つというか、まあ、今年でもあのバッティングっていうのはあまり成長してないんだよね日本ハムの選手、はいはい、まあ、清宮にしたってそうだけど、でもあいつのその精神的な強さだとか、あの、まあ、技術的なこともそうだけども、そういうものが注入されるとするとすごくいいなと思うよね。そうですね、うん、今のエピソードを聞くと、うん、やっぱりいい時も悪い時も分かってるし、そうで気持ちがぶれないというか、ね、勝つことっていう、うん、に対しては絶対ぶれないというかね、うん、だからすごくいい男を日本ハムは戻したなっていうふうに思う。いやすごい、うん、あと伝え方が下手なんだけどね、あいつ。あ、そうなんですか。意外にテレアだからテレアでしゃべるっていうことが あんまりうまくない、だからまあそこら辺が、まあ、中日で2軍監督やってうまくなってるのかどうかっていうのはまだ分かんないけど、はいはい、でも札幌行って小笠原に会うのがやっぱり今から楽しみだよですね、うん、楽しみ楽しみ、あすごくいい話聞いてほっこり、ほっこりねじゃあ最後に、最後に下園さんね、ごめんなさい言えなかった、下園さん、下ね、はい、やっぱりね古巣に帰るっていいね、うん、で巨人が今年なぜ強くなったかっていうとさ、やっぱチーム生え抜きの人間がやっぱ戻ったわけね、コーチとして。そうですね、まあもちろん原監督もそうだし、そうか確かにそうか、そしたらさやっぱもう直系の後輩になるわけじゃない、うん、
でチームになるわけじゃない。そしたら遠慮ないよね。俺も経験あるんだけど、なんかこう OB の方が帰ってきてくれてコーチをしてくれる、なんかねすごく兄貴が帰ってきたとか、なんか親が帰ってきたとか、そんな感覚になるんだよね。これ申し訳ないけど、戸様っていうのはさ、そういう感覚にあんまなれないんだよ。時間がかかったりとか、そうそうそう、まあ時間をかければ、まあその信頼関係は構築していけるんだろうけど、だから下園なんていうのはまだまだそのなんていうの、残ってるメンバーは一緒にやったメンバーも多いし、そうですよね、年もね、そんな離れてるの、だから本当に兄貴が帰ってきたっていうような、だからやっぱりね、生え抜きを戻すっていうのは俺はすごく大切なことだと思うよね。だからそういう意味では下園にもものすごく期待するし、まあ兄貴としてね、まあ本当にコーチだけども、まあチームを引っ張っていくような、そういう存在になってほしいと思うよね。だ、遠慮しないで、今年ね、悔しい気持ちがねあったと思いますから。まあそうだね。で、横浜のコーチっていうのは大体こう戸様の人が多いじゃない。あ、そうですか。いや本当多いんだよ。三浦大輔っていうのはまあ入るんです。あ、そうですね。だけどそのバッティングコーチの坪井にしたって、はい、上田にしたって、まあ戸様じゃない、まああのぐらい長くやれば信頼関係は構築されてるのかもわからないけども、でもなんか下園っていうのは腹を割って話せる兄貴が帰ってきたみたいなさ、そんな感じがするんだよね。だからすごくいい傾向にいってるのかなっていう、だから期待できるなっていうふうには思う。選手のこうメンタルの方にもケアしてくれたりとか、で俺らが取材行ってもさ、やっぱりこう直系の後輩になってくると、おいゾノとか言って、お前何やってんだ、もうちょっと打たさんかとか、もう平気で言えるわけ、冗談でも、はいはい、だからそういう関係性っていうのはすごくなんかいいなと思うし、楽しみだなと思う今からね。いいですね、塚さん、今後なんか来年またね、いやいや、取材会う楽しみがいろいろありますね、そうそう、取材行く楽しみが増えた、まあ、それぞれの監督コーチの方ね、はい、頑張ってほしいと思います。